何取りっぱなしだったの？何が？まあいいや。何でしたっけ？神社？こっち？なんかよくわからない建物がある。神社っぽい。なんだろうかわからん。なんかちょっと行ったら右に曲がる道があって、そこまっすぐ行ったらなんか神社っぽいのがあるっぽい。ほうほうほう。知らん。日が暮れてきましたね。まあ暗くなるまでは動こうかなと思ってるけど。だって早く帰ったところで渋滞するじゃん。そうですね。お、これ山。山崩れ。注意。うん。てか縛る車通ってないよこれ。うん？コンクリだけど縛る車通ってない。いや、俺来てんじゃない？そう。いやもう来てなかったらもう全部塞がってるでしょ。うん、だってさっきバイク何台か取ったんや。え、そうなの？うん。バリバリ入ってきちゃったけど。その時バイクの音聞こえたから、あ、やばいのかなと思って。なんか言ってて、うん。学校の裏道はどこに出るんだろう。そこか？結構遠回りになってるね。これ右でしょ？うん。それ以上向こう行っちゃうと大変なんで、そこを右曲がってみるわ。後ろです。真後ろ。それはやばい。ここに止めればよかったな。あ、ここで U ターンすればいいのか。ここまで進んで。もういいよ、来ちゃったら。違うよ、あの帰り U ターンするのめんどくさいじゃん。そうね、うん、あそこ。わかんない。でも 500m 先通行止めって書いてあったよ。あ、あれか。神社っぽいの。神社、神社。あ、編集するときに見る。うん、いくら痩せてる私だからと言ってって、頑張って自分の名前言わないように引き上げる。学校の裏道これかな。あれ神社じゃないの？人ん家だったら帰ろ。何あの石垣。なんかあそこに猿って書いてある記念碑がある。これ、ね、あそこ。あ、ほんとだ。あ、石碑ね。うん、さっきのとこなんかが難しいけど、これさ、神社ポンチじゃね。この先にあんの。この奥に道があるの？え？わかんない。猿だ。キジだ。かっこいい。あんなとこにキジがいたよ。映ってんのかな。めっちゃ早い。多分映ってる。違うね、これ。これ失礼すんじゃん。これ、これ住んでなくない？え、住んでんじゃない？住んでるよ、これ。住んでるよね。うん。
ダメだ、帰ろう。これはダメだ。これは神社じゃねえ。え？住んでるよ、どう考えても。綺麗だよ、なんか干してあるもん。え、これ住んでんのこれ。住んでないとは思うけど、人ん家です、うん。神社じゃないです。神社ではない。帰りましょう。ホッチみたいな感じのお家だったら住んでないのは確定だけど、これは住んでるよ。うん、たまに住んでる。あ、たまにね。綺麗、だってまず綺麗だったし、なんならあのおっさん の, あの中に着てシャツで干してあったしね。男性ですね、うん。これ使えねえじゃん。そんちでスターリー、名前書いてあるわけじゃない。ごめんなさい、感じでした。いいよね、エッジのところにデカデカってごめんなさい、スタンチ。ああ、モザイクかけて。いや、もうデカデカと、文字にしたらいい。ごめんなさい、スタンチ。確かに。うん。物置はボロボロだったけど、ちょっと家だけはすげえ綺麗だったしな。うん。うん？ないね。さっきのあれかな？さっきの猿って書いてあったやつかな？だってあなた次赤城山行くんでしょ？うん？赤城山はこっから近いよ。羽田橋橋も近いよ。どっちか。いいけど、赤城山無理だろう。どう考えたって。俺、こっから行くしかないよ。行くんだって。すっきんでしょ、うん、あそこの石垣のところまで。ここに、こてか、あそこの石垣さ、あの家の裏から行けたのかなと思ったんだけど、どうもなかったよね。ダメだよ。てか、あそこの畑綺麗だから絶対人管理してるよね。うん、あそこの。いるって。こっちから行く、こっちから行く。だからもしかするとあの学校の裏の道じゃないかなと思うけど、でもいや怖い怖い、もういいよ。あのあそこの川でも撮る？あなた写真。いや結構急だぞこれ。南大山の山頂だぞこれ。こっちから攻めるか、こっちから攻めるか、どっちかって言ってんじゃん。行くの？こっちまでなだらけっぽい。いやでも途中からガー登っていかなきゃいけないんだよ、ここ。何大体行ってんだもん、大丈夫でしょ。じゃあ行くか。電線に気をつけなきゃいけないよ。それ、それな、うん、それが一番怖いな。電線生きてるんだよ。ああ、じゃあ行くか。行ってみて、ダメだったら聞かそう。ただ熊がいるから、熊なんだな。熊のあれが怖いんだよ。降りるとき大変だね、これ。あの猿って書いてあるところでしょ、行くの。あれどこだっけ、猿。どこだ？あ、じゃあこっちか。あ、ここか。これ道か。知らない。やっぱりあの人ん家の裏から行けたんじゃないの。てかくくり罠とかないか、大丈夫かこれ。ああ。もう少しなんだよ。よいしょ。もうめんどくせえ。ちょっと上がもう、ま、いやこれはいけるわ。あ、なんつったっけ。あ、まあいいや。ちょっとあれを見つけた。
え？はあ、あったよ。学校の裏だなこれ。ああ、分かった。これが神社？これがか。あなたは登らない方がいいと思う。車のとこで合流。天命。これか神社言われてた。ああ、なるほどね。縦動画でも撮るか。